1998年スペイングランプリは1998年の F1 世界選手権第5戦として5月10日にカタロニアサーキットで開催された。三日八期年がポールポジションを獲得、チームメイトのデビット・クルサードは0.7秒差で2位、フェラーリのミハエル・シューマッハがクルサードから0.7秒差の3位となった。レースは八期年の勝利のための形式的な手続きに、 過ぎなかった。クルサードが2位、シューマッハが3位となった。アローズのペドロディニスは、ウォームアップ走行でエンジンストールし、ピットスタートとなった。決勝では、マクラーレンの2台がうまくスタートを切ったものの、シューマッハは失敗しチームメイトのエディアーバイン、ベネトンのジャンカルロフィジケラに抜かれ5位に沈む。最初のピットストップが始まるまでこの順位は変化しなかった。 アーバインはシューマッハが挽回できるように、フィジケラをブロックし、シューマッハは両者を抜いて3位に挽回した。フィジケラとアーバインはその後もバトルを続け、28、ラップ目にアウト側からアーバインにアタック、結果接触資料者はグラベルに飛び込んだ。これによりフィジケラのチームメイト、アレクサンダー・ブルツが4位に浮上、この順位のままフィニッシュした。8年は、 チームメイトのクルサードより一貫してペースが速く同じ車に乗っていながらもペースを合わせることができなかった。元ドライバーのマーティン・ブランドルは発起年が彼自身のクラスで走っているとコメントした。レースの間にミハエル・シューマッハとミナルディのエステバン・トゥエロはピットレーンでの制限速度違反のため10秒のストップーペナルティを受けた。スチュワートグランプリのルーベン・スバリチェロは5位。 入賞2ポイントを獲得したがこれはチームにとってシーズン初のポイントであり、チームが準備した新しいエンジンとシャシーがこれを可能にした。しかしながらチームメイトのヤン・マグヌス戦の使用した車両は古いシャシーであった。元世界チャンピオンのジャック・ビル・ヌーブはウィリアムズが1989年アメリカグランプリ以来記録した最悪の予選結果でスタートし、 結局6位でフィニッシュした。最終ラップで、ウィリアムズのハインツ・ハラルド・フレンツェーンが、プロストグランプリのヤルノ・トゥルーリを抜いて8位に入った。トゥルーリは、マーシャルのミスで、ブルーフラッグを掲示され、フレンツェーンに追い抜かれたが、実際には、ブルーフラッグは、ウィリアムズではなく、フェラーリに掲示されるはずのものであった。僕は本当に怒っている。なぜなら素晴らしいバトルを諦めねばならなく、 彼らが盲目で車を認識できなかったために不当に順位を失ったからだ。もちろん8位でフィニッシュしようが9位だろうがそれはあまり重要ではないけれど、しかしレーサーにとっては重要なことなんだ。ブルーフラッグの場合、僕は代わりの手段を持っていなかったんだ。ヤルのトゥルーリレース後、フィジュケラはアーバインとの衝突のため7500ドルの罰金。高木虎之助は、 予選21番手となり、最下位で予選通過した。チームメイトのリカルド・ロセットは、ポールシッターのタイムの107%より0.065足らず予選落ちとなった。ありがとうございます。